日本注目の第2戦はウズベキスタンが相手です。すでに両チームの選手が入場しまして、今ウズベキスタンの国歌が演奏されているところです。こちらが今日の対戦相手ウズベキスタンです。UAE アラブ首長国連邦は今夕方の4時40分を回ったところです。だいぶ影が長くなってきました。アルアインスタジアムです。 C グループのこれからそれぞれ2試合目です。日本はこの前シリア戦、苦しい試合でした。1点を先行されて後半の後半逆転勝ち、辛くも逆転で勝って勝ち点3を得て白星発進です。今日のレフェリーです。主審がイランのモリジ・ジェラルさん、副審がイラクのモハマド・シャウラシさん、そしてレバノンのコレイト・ハイダルさんです。一方ウズベキスタンの方も初戦中国に猛攻をしのぎにしのいでの終盤の先取点、そして勝ち越し点、追加点と2点を取りました。ウズベキスタンも勝ち点3、C グループの中で初戦勝った者同士、日本とウズベキスタン、今日第2戦です。この試合の解説はジェフ市原のディフェンダーとして活躍されました宮澤ミッシェルさんです。実況吉田でお伝えしていきます。今両チームのキャプテン4番同士です。井原とそれからマゴメトフがコイントス、日本が勝って右にエンドを取りました。宮澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の注目の日本の2つ目の試合ですが、その前にまず日本のスターティングメンバーですね。初戦と全く変わりはありません。ゴールキーパーが下川です。ディフェンスは左から相馬、井原、小村、右に柳本、ディフェンシブハーフに七海と山口、そして前に前園と森島です。2トップはカズと、そしてこの前2点目の逆転ゴールを決めた高木です。この前のシリア戦のスターティングメンバーと日本は全く変わりません。一方こちらウズベキスタンです。 C はキャプテンマゴメトフのところについています。ゴールキーパーが1番のブガロ、そしてディフェンスが左から5番マモトフ、4番マゴメトフ、16番デニソフ、右にダブレトフ、そして中盤に6番のシャリポフ、7番アトヤンがゲームメーカー、8番レベデフ、9番バザロフ、17番ハサノフ、そしてフォワードがこの前の試合先制点を取った10番のシュクビリンです。ウズベキスタンの方はこの前の中国戦は10番のシュクビリンともう1人2点目を挙げた11番のシャツキフという2トップだったんですが、今日のこの日本戦はシャツキフを下げて中盤の選手シャリポフを入れてきました。宮澤さん、はい、このウズベキスタンの方が変えてきましたね。そうですね、第一戦で点数を取っていたシャツキフですか、はい、それに代わって中盤の、シャリポフですね、はい、そういうことで少し、スターティングのポジションが、ね、違うと思うんです、はい、その辺をちょっと確認したいと思います。そうですね、立ち上がりちょっとウズベキスタン、はい、そのあたり果たしてシュクビリンのワントップ気味にしてくるのか、あるいは攻撃的なミッドフィルダーの17番のハサノフを少し上げてくるのか。さあ前半が始まりました。ハザロフを前に置いてるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、9番のハザロフが少し前気味ですね、はい、左から右に攻めるのがウズベキスタンです、はい、日本はコイントスに勝ちまして右にエンドを取りました。ご覧のようにちょうど右側から西日が差し込んできています。ちょうど日本は日を背に受けて、有利な方の右のエンドを取りました。先ほど宮田さん話が途中になりましたけども、はい、今日の試合日本の特にどういう点を見ていきたいですか。そうですね、前回の試合がですね、非常にここのところに日本なかったほど悪いゲームでしたんでね、はい、球がなかなか回らずに本当に苦戦してましたんで、
今日は流れるような日本を久しぶりに見てみたいですけどもね。直接シュートに行きました。この高木だけはね、ずっと調子よく来てますよね。この前の勝ち越し逆転のヘディングシュート、ゴールを決めた高木です。ファーストシュートは日本高木が決めました。今は井原からの縦パス、そして最後は高木がシュートを決めました。さあ今度は七海が持って上がっていきます。左サイド高木へ、そして左サイドからずっと相馬も上がってきます。高木から相馬にはスイッチしない、高木は真ん中に戻していきます。山口、そしてこれが相馬、左からオーバーラップしています。センタリング、クロスを上げていく、向こう側森島が走っていますが、5番の桃戸がずっとついていっています。前回の試合でもそうなんですけども、はい、このやっぱりセンタリングの精度がね、はい、もう少し問われていいんじゃないかなと思うんですけどもね。そうでしたね、はい。まあ、今日は期待しましょう。この前はあの同点に追いついたオウンゴール、あれは井原から縦に高木の頭を狙っていったパスでしたけども、井原のあのコントロールは非常に良かったんですけどもね。はい、井原は1試合を通じてあのいい仕事をしてましたね。この前安定してましたね、はい、前線の大きなボールとかね、非常に良かったと思うんですけども。デニソフから向こう側モモトフです。ウズベキスタンがボールを回していきます。まあ、この前は日本はシリアにかなり引き気味に守られまして、前半苦しみました。そうですね、1試合を通じて守られましたよね。あのひどい時は自分のゾーンに11人全部いるような形でしたね、はい、シリアがね。そうですね、まあ、その戦い方もそれもサッカーなんですよね。前園です。8番ボールを持っているのがキャプテンのマゴメトフ、右に6番のシャリポフが入っています。デニソフからダブレトフ、笛がありました。特に宮澤さん、はい、この前のシリア戦終わってですね、はい、鴨監督は左サイドのコンビネーションが良くないと、今ちょうど鴨監督が映ってますけども。そうですね、はい、左サイド本当相馬七海前園数の流れがね、はい、まあ、数は前であのタイトなマークされますから仕方ないと思うんですけども、この相馬君、七海君、前園君のね。さあ井原がまたクロスを上げていく、高木の頭です。こぼしたところ左足シュート、左に切れました。特に前園君の出来がね、森島が蹴りました。前園君の出来がですね、はい、ちょっと心配になるぐらいでしたよね。この前は確かに前園らしい動きというのが全然見られませんでしたね、はい、もっと積極的にボール持って前に出ていってほしいと思うんですけどもね。今のシーンです。ここまでの立ち上がり見てますと、井原がかなり積極的に上がっていって攻撃の起点になってますね。そうですね、まあ、流れの中だと思うんですけど、はいはい、立ち上がりシュート2本は日本、まだウズベキスタンは日本のペナルティーエリアには入ってきていません。まあ、しかしこの前のウズベキスタンも中国戦、前半は中国が攻めに攻めましたが、それをしのぎにしのいで後半に2点を取ったウズベキスタンです。今ようやくウズベキスタンが日本のペナルティーエリアの中、今日もウズベキスタンの方は後半勝負っていうぐらいに考えてるんじゃないでしょうかね。この前は本当にあの前半見てる限りではこれは中国が一方的な試合になるのかと思いましたけれども、はい、終わってみるとウズベキスタンのペースでしたね。そうなんですね。それをウズベキスタンを相手に今日日本2試合目です。森島、今度は右サイドを使います。右サイド柳本上がっていく、中に入れた、前園、カズ、左側七海も上がっているが、カズ自分でいくか、一人かわした、切れ込んでいく、これはゴールキックに変わります。第一戦ではね、カズのああいうペナルティエリアの中のドリブルっていうのはなかったですからね、はい、相手が引いてるせいもありましたけどもね。さあ今のシーンです。まあ、特にあのシリアに2人ぐらいこうガチガチにマークに使えてましたからね、はい、数も、はい、立ち上がりから日本が積極的に攻撃を仕掛けています。今ちょっと数と絡みました、6番のシャリポフが足でも痛めましたか、ピッチの外に出たところです。ウズベキスタンのバハディール監督です。まあ、ウズベキスタンといいますと今年の9月11日日本とフレンドリーマッチを国立競技場で行いました。日本サッカー協会の75周年の記念試合でもありました。この時は1対0で日本が勝っています。高木がこの位置です。高木にはあの体のキレを感じますよね、今のボールのキープの仕方を見てもね。この前の試合、今日とこのアジア大会、あのカップはいいですね、はい、そしてカズ戻す、前園がここにいる。立ち上がりから日本がかなりいいリズムで攻めを続けています。ああシュクベリンがこの位置まで下がってきました。さあボールを取り返した相馬、そしてカズ、しかしフラッグが上がっています。カズがオフサイド。
C グループはこの日本とそれからウズベキスタン、そしてシリアと中国、4チームによって行われています。初戦に日本とウズベキスタンが勝って勝ち点3ずつ、シリアと中国は勝ち点がありません。まあ、この勝ち点3ずつの両チーム、今日勝ちますと勝ち点6になりまして、準々決勝進出に一つ抜け出す形になります。右サイドはダブレトフ。やはりこうしてウズベキスタンは最終ラインでボールを回しながら相手の出方を伺うというケースが立ち上がりは目立っています。さあ後ろからまた相馬が飛び出してきている。相馬と前園のコンビネーション、相馬を使う。しかしオフサイドフラッグ上がっています。ちょっと遅かったですね、前園がボールを出すのがね。この辺のその前園それから相馬のコンビネーションなんですね、指摘を鴨監督が修正を加えていたのが。前半の6分を回りました。まだ両チーム得点がありません。日本とウズベキスタン、森島です。レベデフがボールを取った。真ん中後ろからシュートを狙っていった6番のシャリポフです。6番シャリポフ狙っていきました。日本としてはこのカウンターを気をつけなくてはいけませんね。そうですね、今も危なかったですね、はい、前園君と相馬君の間でね、声がかけられていたんだと思うんですけども、完全に決定的な形でした今ね。まあ、左サイドのボランチのナナミも含めてこの3人、まあ、攻撃だけではなくて当然ディフェンス面も含めてのそのコンビネーションということになるわけですね。はい、そうですね。前園から前へ森島です。真ん中カズが待っている。そのカズを見た、ヘディングクリア、デニソフ、ミドルシュートって決まった。ナナミが決めました。こぼれたところ後ろから詰めていたナナミ、来ましたね。先制日本、ナナミです。低い弾道でゴールの隅に決めました。その左サイドの修正という話をしてましたが、その左サイドスペースの空いたところにナナミ走り込んできて今のシーンです。得意のこの左足、いやー素晴らしい、ね、いいシュートでしたね。これ先に点数取ったことで、はい、ウズベキスタンが守ってばっかりいられなくなりますんで、ウズベキスタンですね、はい、前半の8分日本先制、決めたのはナナミでした。まあ、この前の試合は別にキャプテンの井原に聞きますと硬さがあったわけではないけれども、1点取られてリズムがなかなかつかめなかったという話をしています。そうですね、立ち上がりね、スローインからね、はい、いきなり入れられたんでね、ちょーんと浮かされたボールがゴールキーパー下川の頭の上ふわふわと越えていきましてね、はい、まあ、我々にはちょっと硬いかなと思いましたけどね、みんながね、キャプテン井原はそう硬さはなかったんだけども、前半早々あれは7分でしたから、その7分にシリアに先制されてリズムがなかなかつかめないまま試合が行ってしまったという話をしていました。今日は日本先制です。まあ、井原君には硬さはないでしょうね、はい、国際経験豊かですからね。井原も今日の試合でも A マッチ86試合ということになります。もちろんこれは歴代1位。今日はしかし見てますと右サイド左サイド盛んにサイドは使っては来てますね。はい、そうですね。ゴールを決めた七海です。本来のいい時の代表 の, 日本の、ね、はい、流れになりつつなってくれることを期待してるんですけど、まだなりつつですね。6番はシャリポフ、そしてアトヤンが絡んでいこうとしましたが、7番のアトヤンがいわゆるゲームを作っていくディフェンシブハーフの選手です。7番のアトヤンから前にボールを配球していくのがウズベキスタンのサッカー。さあまた日本左サイド相馬が上がっていきますが、これはファールがありました。ウズベキスタンボール、ちょっと数が押しました。2番のダブレトフです。得点1対0、日本が前半の8分、ナナミがミドルレンジから左足低い弾道でシュートを決めました。まあ、この前のシリア戦は前半の同じような時間帯にシリアに先制された日本ですが、今日は先に同じ時間帯に先制。ウズベキスタンボールのスローインに変わります。ボールを入れるのはザブレトフ、そしてこれがアトヤンです。このアトヤンがボールを持って前線にというところなんですが、こうして後ろに回さざるを得ません。ウズベキスタンはこうして最終ラインでボールを回しながら相手の出方を伺うサッカーです。
さあ前園、今度は右サイド、ナイスボールだ。柳本上がっていきます。真ん中に2人待っている。カズと高木、高木だ。ディフェンダーに当たりました。その後ろ前園、この辺りは非常によく詰めている。そしてまた七海、またサイドを変えていきます。いいコンビネーションです日本。あ、正確に頼むぞ。さあ柳本、クロスを見ましょう。クロス来た、森島。あ、森島の足元に来ましたが、ちょっと森島が相手ディフェンダーと交錯しました。これが森島ですね。正確に頼むぞと今、宮沢さんありましたけれども、お願いですお願いです、はい、今日はあの両サイドの確かにクロス注目して見ていきたいですね。はい、そうですね。ただね、あの芝生がやっぱり段差がちょっとあるんですよね。そうですね、あのこうしてご覧いただくように縞模様になっていますが、はい、緑色の濃いところは深く、そして白っぽく見えるところは薄くなっていまして、まあ、ボールが少しこうイレギュラー気味に転がっていきます。日本の芝よりやっぱり荒いって感じなんですね。日本の各選手に聞きましても、やはりかなりこうイレギュラーな芝であるという話をしていました。特にあのこのゴールボールの形にカットしてある真ん中のセンターサークルの中あたり、はい、この辺が非常にトリッキーなボールの転がり方をするっていう話をしていましたが、大胆なカットですよね。そうですね。さあ、アトヤがボールを持っています。そしてこの10番がシュクビリン、この前同点ゴールを決めたシュクビリン、いや失礼、先制ゴールを決めたシュクビリン。あ、そのシュクビリンもかなりディフェンスの位置下がっていきます。さあ日本を押し上げていきます。また右サイドを使います。右サイドから前園、この辺りは少しウズベキスタンのマークもやや緩めになっています。森島、今度は左、カズが行きます。ここはシャリポフが戻っていました。立ち上がりは本当にあの2トップ、それから第2列、そして、両サイドバックとバランスがいいですね。宮澤さん、そうですね、いい感じで流れてますよね。得点は1対0、日本がリードしています。ウズベキスタンの方がやっぱスローペーサーですね、これ前半本当にね。前回の試合もそうでしたけども、この前の中国戦もそうでしたね。本当にあのこの前の中国戦、中国がもう攻めに攻め続けました。まあ、それを見ているような感じもありますが、しかし中国はゴールを割ることができませんでした。日本はゴールを割っています。さあ左サイドはモモトフ、真ん中に持ってきた。そのまま持っていくか、シュクビリンだ。あっと、ちょっとシュクビリンとそれからレベデフが交錯しました。ウズベキスタンはやはりあの一番最初にお伝えしましたように、11番の今日はシャツキフに代わって9番のハサロフが2トップの位置に上がっています。ディフェンスがそこにマゴメトフ4番、16番デニソフと2番のダブレトフ、そして中盤に左モモトフ、真ん中アトヤン、このアトヤン7番がゲームメーカーです。右側にシャリポフ6番です。そして前に8番のレザノフと17番のハサノフというシフトを引いています。11番のシャツキフ、この前の2点目を挙げた選手は今日はスタメン入っていません。長いボール、これは注意をしなくてはいけません。9番のバゾロフが行きました。まあ、さっき宮澤さんからスロースターターですねという話がありましたけれども、はい、そうするとまだまだ用心しなきゃいけませんね。これはそうですね、それのリズムに日本が合わせないでどんどん行くべきだということなんですけども、また井原、カズを狙っていきました。2番はダブレトフ、ダブレトフがついています。ゴールキックに変わります。この放送は UAE アラブ首長国連邦の地元のアブダビテレビが制作している国際映像でお伝えしています。こちらは UAE は夕方の5時になったところです。だいぶ日が傾いてきました。アルアインです。この C グループのグループ予選は UAE の中のアルアインという街で行われています。アブダビとそれからドバイは海沿いの街です。これはオフサイドフラッグが上がっています。アブダビとドバイは海沿いの街ですが、ここアルアインは内陸の街。このバックスタンドの後方には山が見えます。砂漠に囲まれた UAE、 山をなかなか見ることはありませんが、このアルアインは内陸の街です。山並みをずっと望むことができます。ゴールキーパーは下川です。柳本から高木落として森島、16番の大きなデニソフに阻まれました。七海です。
オフサイドフラッグ上がりました。カズがオフサイドの位置でした。そして山口です。しかしこうして見てますと宮澤さん、はい、ウズベキスタンのディフェンス陣も大きい選手が多いですね。大きいですね。対抗できるのは高木ぐらいでしょうかね。そうですね、はい、このマゴメトフキャプテン182センチあります。ただ日本には技術がありますから、高さを技術でクリア。そうです。モモトフ、アトヤンが今日はなかなかキープをしてという場面は少なくなっています。右サイドのシャリポフから、そして右のディフェンス2番のダブレトフ、シャリポフです。サビに使ってシャリポフが上がっていく。そして左サイドモモトフシュート、これは下川がパンチング、いい反応でした。今シュート打ってくれてよかったですね。8番のレベデフでしたね。失礼しました。中が間に合ってませんでした、はい、このディフェンスがね。今しかしシュクビリンがくさびの位置になって今のシーンですね。そして最後これ今のシュクビリンから、そしてレベデフに渡ってこのシュートですね、はい、あどうしてというフォースを ね1人してましたが、しかしコーナーキック、はい、コーナーキックはウズベキスタンです。前半の17分、1対0日本リード。ニアにゴロで、これはちょっとミスキック気味でしょうか。ウズベキスタンラインを押し上げていく日本です。モモトフ、真ん中レベデフ、このモモトフの上がりを気をつけないと危ないですからね、はい、積極的に上がってきますんでね。左サイドバックのモモトフが積極的に上がります。ウズベキスタン、さあ今度は右か、右のシャリコフを使います。平気で中にも入りますから ね、はい、ね。そしてこれがシュクビリンです。井原がクリアしました。キャプテンの井原、得点1対0日本リード。さあアトヤンがボールを持った。このアトヤンの左足から非常にコントロールされたボールが前へあるいは逆サイドへと配球されていきます。笛がありました。一人痛んでいます。日本です。ペナルティーエリアの角のところ、あっとイエローカードが出ました。パスを出した後ですよね、今ね。9番のバザロフにイエローカードが出ています。柳本が倒れているようですね。バザロフ、これが1枚目イエローカードです。一つ前のプレーでファールを取ってくれなかったもんね。今のシーンです。次に行きましたよね。ちょっと動きませんね。ウズベキスタンの方は初戦の中国戦で3枚のイエローカードがありました。これで今大会4枚目ということになります。日本は初戦のシリア戦はイエローカードありませんでした。あと担架が今用意されました。柳本の怪我はちょっと心配です。 OK サインは出たみたいですけどもね。はい、はい、一応秋田がスタンバイに入りました。一度ピッチの外に運ばれます柳本。日本は一人足りない状態でここでリスタートです。まもなく前半の20分になろうとしています。七海の先制ゴールが決まりまして1対0日本リード。デニソフからレベデフ、ボールが通りません。この16番がデニソフです。36歳というベテランのディフェンダーです。日本のスローイン、そして今柳本の治療が終わりました。今ピッチに入ってきたところです。これで日本も11人になりました。モモトフ、シュクビリンに通らない。七海が一旦後ろに戻します。ここの位置に井原、井原がこうして左右コントロールしていきます。右側森島です。数が少し引き気味、その数に前には高木、山口上がってきた、後ろ回して数シュートを狙っていった。この辺りも山口が上がっていってその後ろスッと流して数という形です。いいリズムじゃないですかね、はい。
前半の20分経過、1対0日本リードです。ラザロフ、力のないシュートになってしまいました。ただ10番のシュクビリンがシュートという体勢は見られません。今のシーンです。ラザロフ自分で持っていって、シュクが直接取りました。今日は見てますとウズベキスタンの方は10番のシュクビリンが割とくさびの位置ポストになることが多いように気がするんですが、そうですね、その間に入ってますよね。ただウズベキスタンの方はその外を崩す展開にまでまだなってないんでね、左サイドで先ほど出てきましたけども右サイドはまだですね。そうですね、左サイドはモモトフ、5番のサイドバックのモモトフが盛んに上がってきます。そのモモトフに今ボールが渡りました。デニソフ、あ、しかしこの辺はコンビネーションが合いません。日本がボールを奪い返しました。カズが行く、日本ボールのスローインです。再び日本ボール、こちらの時間で5時を回ってもほとんどこのスタンドは影で、いやピッチは影で埋め尽くされました。変わってウズベキスタンボール、このボールを持っているのはディフェンシブハーブアティアンです。7番、そして右に17番はハサノフ、右サイド使っていきます。シャリコフ6番、この辺は日本も中盤かなり厳しくチェックに行っています。ハサノフからアテアに渡らない、そしてカズだ、カズが持っている左サイド、相馬も上がってきている、緑色のディフェンダーがさーっと戻っていく、左サイド相馬が余っている、その相馬に行ったフリーの位置、さあ相馬どうする、クロスを上げた、頭飛び込んでいった高木、そして向こう側、しかし相馬からのクロス、高木が飛び込んでダイビングヘッド、今のシーン見ましょう。相馬からのクロス、高木ダイビングヘッド、こぼれたところをカズが飛び込んでいましたが、高木に連れてカズまで頭で行きましたけどね。そうですね、2人が頭から行きました。今のシーンで足で行ってればいられたんですけどね、今ね、こぼれ球を頭胸で押し込むかと思われましたがカズ、そしてその前のプレー、高木とゴールキーパーが少し交錯しまして、はい、高木も頭をちょっと冷やしています。一方ウズベキさんは1番ゴールキーパーのブガロが治療を受けているところです。ただ今日の日本代表の方ですけども、はい、いいところであのボールが取れますよね。早いあのハーフウェイラインぐらいの間相手のボールが取れるというね、はい、そこから攻めにつなげるんで非常にあの形になりますね。まだ治療が続いています。高木は今立ち上がりました。頭を押さえて右手を上げて大丈夫だという表情です。日本からも応援団サポーターが詰めかけています。ちょうどメインスタンドの私たちから見て左側に日本のサポーターが陣取っています。メインスタンド側です。高木が立ち上がりました。ゴールキーパーのブガロも治療が終わりました。試合が再開されます。1対0日本リード。七海が前半の8分に決めました。そうですね、この位置でもプレッシャーいきますよね。はい、早いですね、はい、この辺は今日は非常にそのゾーンプレスが効いてるわけですね。そうですね、また先に1点取ってるもんで、あの、はい、ウズベキスタンの方が攻めなくちゃならなくなってくるもんでね、そうそう引いてばかりもいられなくなりますね、はい、そうすると入ってきますんでね。さあまた相馬が上がっていこうというところ、七海から相馬、前に前園とカズがいる、中に入れていく長いボール、今日注目の一つ、そうですね、相馬とそれから柳本のクロスの精度ですね。まあ一つ前のボールは良かったんで、はい、これでなしにしましょう。行ってこいですか。はい、確かにあの1対0でこの前の試合とは逆に気分的にも違いますし、ここはどん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 積極的に行って日本のいい形を出していきたいところですね。そうですね、2点目は早く欲しいですね。はい、まあ、鴨さんも昨日の練習終わった後にとにかく勝つことが大事だけども、さあ前園だ、前園はボールを取った、前高木、そして向こう側森島、森島フリーか、打てるか、浮かした、高木は頭にはいきません。その前にディフェンダー戻りました。ワントラップシュートはいきませんでしたかね、今ね、いきませんでしたかね、森島打ってほしかったような気もしましたが、
2番のダブレトフが飛び込んできまして、今のシーンです。ここです。ここで浮かしました。ダブレトフがこの後ろに高木がいたんですが、ダブレトフ飛び込んできました。しかし日本コーナーキックです。先ほど高木と交錯したゴールキーパーブガロ、蹴るのは前園、そして井原、尾村上がっていきます。井原はちょうどニアの位置。コブレドはそのまま蹴りに行きましたが、これは空振りです。さあ行けるか、小村だ、一人かわした、あっとこれを戻してしまった。カズキーパーはもちろん戻っています。森島はこっちにいる。そして前園、やれ、ペナルティに行け。ナナミ左サイド、相馬が上がってくる。さあ2本目です。さあ2本目、精度はどうだ。ゴールキーパー直接でした。しかし大村はあれは打てませんでしたかね。ね、宮沢さん。そうですね、まあ、ディフェンスの選手ですからね、手堅く考えたんでしょうけども、立ち上がりなんでね、僕だったら打っちゃったかもしれないですね。大村で、大村の立場だったら、はい、僕はめったに上がらない選手でした。あとその前にもあの森島があるいは自分で行くかなという感じがしましたけれども、はい、まあ、個人の判断なんでね。ただたくさんチャンスを作っていて、ね、決められないっていうと、これウズベキスタンのリズムですからね。さあ相馬だ。相馬を盛んに使います。真ん中を見ながら引き詰めて上がっていく相馬。ディフェンダーに当たって、これは日本のスローインです。完全なる日本のリズムの間に追加点が欲しいですよね。そうですね、はい、ただ苦しくなりますんでね。左サイドは桃戸、左のサイドバック盛んにこの桃戸が上がっていきます。しかし日本もやはりかなり高い位置でプレスをかけてきます。右サイドダブレット前から入りました。ナイスタート9番バトルですね。ボールは日本、ナオミから前へ。高木がこの位置、高木とマグメトフ、そしてナオミ、今度はナオミが上がっていく。前園、よし行け。右の前にはカズがいる。あ、出ました。森島行った、こぼれている。カズか、森島か、森島蹴れ、そして高木だ。あ、クリアされた。まだしかし日本、ナオミがクロスを入れる。森島、懸命のディフェンスはウズベキスタン。でっかい選手がどんどん戻ってきて中に中に入っていきます。日本も何度もチャンスがありましたが、そうですよね、もうウズベキスタンはね、はい、前の試合の中国でも同じような感じでしたよね。まさに今のようなシーンの連続でした、この前の試合。そしてウズベキスタンは後半中国の運動量が落ちてきたところで、エースの2人シュクビリンと、今日は出ていませんが11番のサツキフが決めて2対0でした。そうですよね、先ほどのシーンです。いいスルーパスでしたね。ここで森島が、この今映ってましたけど16番のデニソフというディフェンダーが非常にいいんですね。そうですね、カバーもマンツーマンもいいですよね。 VTR を見ていただいている間に今前園が倒されましてファールです。日本がフリーキックを得ました。倒したのはこの6番のシャリポフでしょうか。そのシーンです。あ、そのシーン倒れた後ですね。これは倒したのが6番のシャリポフです。さあフリーキック、井原も小村もまた上がってきました。ボールのところにはカズとナナミ、ちょうどゴールの正面に高木と井原が並んでいる。カズが蹴ります。浮かしていった、ファーサイドだ、頭で合わせた。小村でしょうか、小村です。カズファーサイド、小村に合わせていきました。前半の30分経過、1対0日本リード。この C グループの予選はアルワインという大陸の都市が行われています。さあすべきかというところでした。これ前園君少し元
元気ないですよね。そうですね、はい、左サイドで自分のいる場所が正しくできないって言いますかね。これはどうなんでしょう、その前園あるいは森島あたりですね、このトリッキーな芝にちょっと自信をなくしてるみたいなところはあるんでしょうか。というよりもやっぱりチームの中の、七海君、相馬君、はい、ね、カズーの、ね、間でうまくこう自分の居場所が見つけられないって言いますかね、はい。まあ、あの前園自身もやはりオリンピックチームで自分に求められていたものとこの代表で求められているものは全く違いますという話をしていましたが、はいはい、それはそうですよね。そうですね。さあまた左サイド相馬がオーバーラップしていきます。相馬一旦戻します。これが七海、この七海をボランチの位置に使って新生日本攻撃力がアップしてきました。この宮澤さん、七海それから山口、特に七海がこの後ろの位置からボールコントロールしていくんですね。そうですね、日本の攻撃パターン。さあまた相馬がちょんと入れていく、高木の頭、いやその前にまたデニソフいました。山口、向こうサイドは柳本、この10番がシュクリン、シュクリンが行きます。日本のディフェンス強い、シュクリン。さあフリーの位置だ、バトロフ、シュートはディフェンダーに当たった、オムラに当たりました。コーナーキックに変わります。今も裏空いてましたよね。そうですね、ちょっとあの先ほどからカウンター、そんなに数は多くないんですがカウンターを受けた場合に少しこう裏が空くケースがありますね、日本のディフェンス。そうですね、両サイドちょっと絞りすぎますよね。あ、絞りすぎですか。今の山本もちょっと離しすぎじゃないかなと、まだ もう少し外にいてよかったんじゃないかと思いますけどね。さあコーナーキックは左足の名手アトヤが蹴ります。サイド、野本がいましたがその前に下川よく出ました。5番の野本にこの7番のアトヤが合わせていきました。なかなか本当にコントロールのいいキックを見せる選手です、7番のアトヤ。ゲームメーカーですね。ゲームメーカーですね。日本でいうとですから七海という感じになっていくんですかね、左利きですね。そうですね。17番ハサノフ、後半の、いや失礼、前半の33分です。さあいいところに前園がいた。ちょっと前園足を引っ張るが、ボールが右サイドに流れていきます。シクリに追っていきましたが井原がクリア。あ、そして前園が少し足を引きずりながら向こうのピッチの外に出ようかというところです。ちょっとつまずいた時にひねりましたかね、はい。彼もやっぱり悩みを持ちながらプレーしていると思うんですよ。そうですね、出ようか入ろうかですね。さあまた日本カウンターから、はい、右サイド、これはフラッグが上がっている、オフサイドです。高木飛び出しましたがオフサイド。その前園が今ベンチ側から走っていきました。スタッフによって治療を受けているところです。技術はやっぱり素晴らしいものを持ってますんでね、前園はね、はい、どうにかしてあの使い方で今チラッと見えてます、ね、これが前園です。後半の、ま、前半のまもなく35分になろうというところです。1対0と日本がリード。前半の8分に七海が決めました。今日は立ち上がりから非常にいいリズムで攻撃を仕掛けている日本ですが、しかしチャンスはありながらなかなか追加点には結びつきません。それが怖いんですよね。それが怖いんですね、このウズベキスタンというチームは、はい。そして今バックスタンド側で治療を受けた前園がピッチに戻ってきました。これで日本また11人。クロスは逆サイド、しかしこれは柳本がスッと体を入れていきました。ゴールキーパー下川です。下川は今日で A 代表として試合に出るのは6試合目、過去5試合は実は下川が出るとまだ日本代表は負けたことがありません。いいですね。いいんですよ、4勝1引き分けという下川自身もこの記録をどんどん伸ばしていきたいという話をしています。そうすると自然に優勝ですね。そうなりますね。あ、もっといいですねこれはそのデータでいうと鴨監督もまだアジアを相手には負けてないんですね、日本代表として。この前のシリア戦が危なかったんですが、危なかったですね、シリアに勝ちまして鴨監督になってから日本代表対アジアはこの前のシリア戦を入れて6勝1引き分けという結果になります。来年はワールドカップのアジア予選があります。そのアジア予選に向けて
日本代表、今年のこの締めくくりアジアカップ、前回の優勝チームとしての出場です。森島が左サイド、前園と変わりましたね。ポジション先ほどの怪我で、前園君右サイドにピッチに出てたもんですからね。そのまま今左に森島君来ますよね、はい、ナナリが倒されました。フリーキックは日本、早いリスタート。前園、森島、前園、森島、カズが戻す。相馬です。そしてナナミ、クロスを入れていく。高木だ。これはタッチ終わりました。先ほどポジショニングの話になりましたけども、はい、やっぱり前園は流動的の方が自分のプレーを出せると言いますかね、左サイドに固しないで、はい、今は前園また右サイドにいますね、はい、これが前園、そして森島へ、で自然に中に入っていくんですよ彼はね、はい、高木抜いた、1対1だ。ブガノ出る、ヘディングシュートはよし、決めた。最後押し込んだのはカズ、2対0、日本攻め続けて追加点を取りました。前半の38分、日本2点目、カズは初得点ですね。そうですね、カズが点数を取って大会が始まると。初戦のシリア戦はオウンゴールと高木でした。さあ今のシーンです。高木が持っていきました。これはキーパー一度はよく出たんですが、最後カズが押し込みました。違う角度、最初のこれヘディングをしているのは山口ですね。そしてカズが押し込みました。違う角度からですが、キーパーも体に当てているんですけれども、まあ、これはキーパーのブガロとしてはリバウンドが不運ということも言えますが、しかしよく詰めていました山口。そして最後はやはりゴールの寸前、直前ではカズです。まあ、カズも初戦はかなりシリアにがっちりと固められて、そうですね、カズらしい動きが見られませんでしたけども、はい、今日は切れてますね。今日やってますよね。さあ宮澤さん、2対0になりました。はい、本当に不安だったんですけどもね、ここで取ってくれたことであって、はい、後半も楽にいけると思います。ここできちっと締めることですよね。はい、ハサノフ17番、シャリコフから、これがアトヤンです。そしてモモトフを使います。モモトフが上がってくる、シュートを狙っていったモモトフ。モモトフ左のサイドバック、ウィングバックのような位置、スーッと中に入り込んできてミドルを狙ってきました。これが5番のモモトフです。柳本が外に1人いたもんでね、はい、行こうか行く前か悩んだんですけど、行った方がいいですね。外はまだ上げてもいいでしょう。左にレベデフが1人浮いてたんですね。それで少し寄せないとね、位置からは入りますからね、はい、わずか得点2対0で日本リード。しかしこのカウンターがありますウズベキスタン。ウズベキスタンは主力選手、実はコシモフという選手がいまして、このコシモフとアトヤンでゲームメイクをしているんですが、アトヤンよりも前の位置で、そしてゲームメイク、さらには得点力もあるコシモフ。このコシモフが腰を痛めていまして、今大会は出場することができません。これがウズベキスタンにとっては非常に痛い材料、日本にとってはまあ逆に言いますと好材料でもあります。さあ左サイド相馬が上がっていく。今日は右サイドよりは左サイドを盛んに使いますね。そうですね、流れになってますね、はい、ただそれに前園が加われないっていうのがね。なるほど、まだ加えてませんか、はい、井原がこの位置、やっぱり裏に飛び出る選手じゃないんでね、はい、ちょっと厳しいのかなと思うんですけども、この辺りは前園自身もだいぶ悩んでいる部分もあるようです。そうですね、数が倒されました。自分の生き方としてね、技術はもう素晴らしいんですから、はい、そうですね、今のプレーです。カズとレベドフ、ダブレトフです。2番のダブレトフ、前半の40分を回ったところです。蹴るのはナナミ、井原は上がっていません。高木の頭か。今日本のベンチから集中って声聞こえましたけどもね、はい、そうですね、まさに、ね、まあ、いわゆるデンジャラスタイム、残り5分を切っています。得点2対0と日本リード。さあ早いリスタート、アトヤンだ。アトヤンが前に長いボールを蹴っていきましたが、これはゴールキーパーへのボールです。その前にウズベキスタン1人倒れていました。
計では残り4分を切っています。得点2対0、前半8分に七海が、38分に数が決めました。相馬です。今日は盛んにオーバーラップ。ただもっともっとやはり宮澤さん、はい、相馬もクロスの精度上げてほしいですね。そうですね、なかなか難しいんでしょうけどね。難しいんでしょうけどもね、特にあのここはこういうトリッキーな感じの芝の刈り方になってますから、はい、なかなか難しい部分もあるかもしれませんが、4番キャプテンのマゴメトフ、守備の要です。そのマゴメトフ、そして大きな16番のデニソフを中心にする守備陣を2回切り裂いて2得点日本。盛んにこのダブレトフの数に行きます。今度は数がダブレトフをかわした。後ろから斜めが上がってきた。そして相馬へ、いい向こう側に浮かしていきますが、これがよくありません。そうですね、うん、なってますね。宮澤さん頑張ってほしい相馬で す, そうです、ね、今もあの七海相馬のあのコンビネーションは非常に良かったんですよね、はい、さあ大きくサイドを変えて前園が中に入ってワンクッションに入れてね、本来はいや今そういう流れになってましたけども、はいはいはい、その方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。ただディフェンスに変わったときに少しそうすると問題が生まれるのかなと思いますかね。レベデフからコシモフ、そのレベデフがスーッと上がっていきます。シャリコフからそのレベデフ、真ん中でシュクビリンも待っている。シュクビリンがずっと走り込んでくるゴール前、しかしこれは中にボールを配球させません日本。手元の時計は今43分を回っています。残り2分を切りました。得点2対0と日本リード。9番マゾロフ、シュクビリンから、そしてマゾロフ、しかしフラッグ上がっている、オフサイドです。17番ハサノフが飛び出しました。シュクビリンがちょうどくさびポストプレー、今のプレーです。そうですね、今偶然のオフサイドですからね、これは取りに行ったわけじゃないですからね。あ、なるほど、はい、ところでディフェンダーとしてはまずいオフサイドという、まずくはないですけども、まあ、ちょっと危険でしたよね。危険な感じになるわけですね、はい、まあ、救われたということですね。こうしてちょっと時々裏が開くのが気になる日本のディフェンスです。この17番の今ハサノフが飛び出していきました。ナイスカットだ。シグビがカットしていきました。まあ、今も前見てほしかったな。うーん、後ろへのパスでしたね。まあ、2対0の余裕が操作してるんだと思うんですけども。さあ、カズです。そしてまた相馬上がっていきます。前園が絡んだと相馬へのパスが通りませんでした。カズ、前園、そして相馬。前園がちょっと頭を抱えて相馬にすまんというジェスチャー。手元の時計、まもなく45分になろうとしています。2対0と日本がリードしています。初戦シリア戦は後半の39分のオウンゴールまで日本は得点なし。シリアに前半の7分にジョハダルに決められて非常に嫌なムードでハーフタイムでしたが、今日は2対0。森島です。来ました、来ました森島。真ん中は高木とカズがゆっくり上がっていく。前園がもらいに行く。クロスで入れる。フラッグが上がっています。オフサイド。まあ、第一戦と比べても森島のキレはいいですよね。そうですね、全体的な非常にコンビネーションは第一戦に比べると良くなっています。日本ボールのスローインです。 C グループ、予選 C グループは勝ち点3同士、日本とウズベキスタンの試合です。今ロスタイムに入っています。前半です。ウズベキスタンボール。勝ち点3同士、この試合に勝ちますと準々決勝に向けて、まあ、C グループの中で一つ抜け出すという格好になります。まあ、そして勝つことももちろん大事ですが、鴨監督はどういうサッカーをするかやという話を盛んにしています。日本のサッカーができるかだという話をしていますが、これはカズが倒しましたが、盛んに今日はカズにこの2番のダブレトフが行っています。前半はロスタイム。
得点2対0、日本がウズベキスタンをリードしています。さあゲームメーカー7番アトヤン、左足でボールを配球、しかしこれはうまくパスカットしました。さあ上がってくる、真ん中切り込んでくる、3対2だ、3対2、3対2だ、森島行くか、自分で行くか、あ後ろ高木、そして右サイド柳本、さあ今度は右側からのクロスか、これは直接行きました柳本。今のも3対2という形だったんですけどもね、宮澤さん、はい、カズが今左サイド行きましたんでね、はい、そこに合わせても面白かったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その後のクロスには触れたくありませんね。前半ロスタイム、そしてここで主審の森地ジェラルさんの笛が鳴りまして、ハーフタイムに入ります。前半終了です。2対0で日本がウズベキスタンをリードして折り返します。ただいま映像が少し乱れております、ご了承ください。さて日本の方は11人のメンバーに交代はありませんが、どうやらウズベキスタンの方は1人選手が変わりました。この20番のナザロフが入ります。ナザロフが入って2番のダブレトフが出ました。ダブレトフはディフェンスの選手、そしてこのナザロフはフォワードの選手ですので、おそらくこれシステムがまた少し変わってくる、ポジションが変わってくると思います。4人いたディフェンスを3人にするんじゃないでしょうかね。そうですかね、はい、さあ後半が始まりました。2対0と日本がリードして後半です。この5番はモモトフです。左サイドから上がっていきます。モモトフ、20番の入りましたナゾロフはやはり2トップ前線に入っています。今度は左から右に攻めるのが日本、青いユニフォーム、向こう側で激しくやっています。倒されたのはナナミでしょうか、倒したのは6番のシャリポフです。今のシーンですが、あ、ナナミですね、ナナミが倒されて、あ、何かこう跳ねのけられるような時、手が当たりましたでしょうか。この20番が代わりに入ったナゾロフです。そして今画面でもご紹介していますが、2番のダブレトフが外に出ています。まあ、前半はカズと激しくやり合っていましたディフェンダーのダブレトフが出ました。8番はレベデフ、山口から後ろに小村から前線へ、これが前園、笛がありました。ハンドでしょうか、ハンドです。ボールを蹴るのはアトヤン、早いリスタート、アトヤンから左サイドはモモトフ、そして前にいるのがレベデフ、左サイドはこのモモトフレベデフです。そのボールを奪い返した山口、前へナザロフ、ボールをキープ、シュート浮かしたがこれは枠を外れます。20番のナザロフ、後半から入ったナザロフがシュートを放ちました。後半はウズベキスタンの方は積極的に来るしかないですからね。そうですね、立ち上がりのその勢いをうまく受け止めてほしいですよね。跳ね返していますかね。得点は2対0と日本がリード。またナゾロフ、右シュクビリン、これは笛はありません。4番のマゴメトフからの前線へのボールは直接タッチを割りました。
メベデフからまたレベデフ、これはタッチを割っています。左サイドにはこのレベデフがいます。さらにその後ろには5番のモモトフ、手前がバハディール監督です。今年の3月からウズベキスタンを率いています。そして日本のコーナーキックに変わります。後半の4分を回ったところです。得点2対0、日本がリード。メインスタンド側に陣取っている日本のサポーターからの声援が聞こえてきます。蹴るのはナナミ、伊原がちょうどゴールマウスのあたり、おーいいボールだ。カズでしょうか。またクロスを入れていく柳本、ゴールキーパー飛び出す。さあウズベキさん、柳本がクリアに行きました。フラッグが上がっています。オフサイドです。かなりディフェンスラインを押し上げていますウズベキスタン。やはり宮田さん、はい、ウズベキスタンは点を取りに来てますね。そうですね。で後ろのディフェンダーもやっぱり変更ありますよね、はい、3人の受け渡しになるんじゃないかなと思うんですけども、4枚から3枚になるのかなと思うんですけどね。クロスを入れてきました。シュートレンジ、アトヤン、モモトフ、向こう側頭で殺し、こぼした。バズロフ行きます。ゴール前、オーバーヘッドはゴールキックに変わります。シュクベリン、伊原とシュクベリンが少し交錯しました。この選手がシュクベリン、ウズベキスタンのスター、33歳もベテランですが、しかし得点能力の高いものがあります。宮田さん見てますと3バックのような形になってるんですか。ウズベキさんはやはり後ろ3人にしてきたんですね、はい、モモトフとそれからデニソフ、6番5番のモモトフと16番のデニソフがストッパー、そして4番のマゴメトフがスイーパーという形になっています。で中盤からボールを奪いたいということですよね、はい、そして見てますと5番のモモトフがカズに、そして16番のデニソフが高木につくと、はい、今これちょうどその映像ですけども、そして1人4番のマゴメトフという感じになってますが、そうですね、はい、アトヤンです。これがアトヤン、倒されて、しかしこれは流します。主審の森ジャラルさん、さあ森島だ、戻したシュート、前園、彼はジャストミートしませんでした。さあカウンターはウズベキスタン、真ん中シクビリンとナゾロフが待っている。倒して日本ボール、ちょっとやり合っていますか。17番のハサノフ、倒されたのはナナミ、まあ、ナナミが今いいカバーしてましたよね、はいはい、この位置まで下がってのカバーです。左サイド破られるところでしたけども、はい、まあ、日本の左サイドですけども素晴らしかったですね。どうしてもあの両サイドバックが上がってきますから、はい、ディフェンシブハーフの2人がナナミと山口ですね、はい、その辺きちっとカバーに行かないとダメなわけですね、はい、この時間帯はうまくいってます。後半の8分を回ったところです。2対0と日本リード。シュクビリン、ちょうどウズベキスタンのサポーターの前、シュクビリンが上がっていく。さあアトヤンです。左足のシュートがある。流す。ナゾロフ。
キックに変わります。後半入ってきたのは20番のナゾロフです。宮澤さん、はい、この後半から入ってきた20番のナザロフ、はい、スピードはかなりありそうですね。ありそうですね。細かいプレーでシュクビリンとうまく絡んでいくことを考えているんじゃないでしょうかね、はいはい、この辺もジブキさんがぐいぐい押し上げてきます。しかしボールを奪い返して森島、そして高木へ、右側後ろ柳本がオーバーラップしている。その柳本を使った、向こう側前園、高木戻す、後ろから七海行くか、前に出したカズだ、カズ戻した前園、よし倒された、しかし流します。主審森ギタラルさんは流しました。さあカウンター、ウズベキスタンカウンターですが、しかし日本のディフェンス陣4人はもう戻っている。逆にボールを奪い返した、ナイスカットの森島、カズが前を要求している、そこにクラスが上がるかと、これはまた精度がもう一つよくありませんでした。なんかあのサイドにあるんですか ね左サイドになんかあるのかもしれませんね。ナナミでしたけども、はい、こちら日本ベンチ、得点は2対0と日本がリードしています。後半の10分を経過しました。アトヤンがボールを取った、右に流れていくウズベキスタン、この辺プレスをかけていきます。日本ボールを奪い返したナナミ、これはタッチを割っています。ウズベキスタンボールのスローインに変わります。後半に入ってウズベキスタンが前を少し厚めにしました。点を取りに来ています。2対0と日本がリード。笛はありません。サイドを変えてくる、惜しかったですね。惜しかったですね。森島のところにパスは通りませんでした。これはいい攻撃でした。カズ、前園、森島に渡らない。この辺りはレベデフが戻ってディフェンスをしています。またレベデフ、ウズベキスタンのバハディール監督も立ち上がってかなりすごい声を出して指示していますね。20番のナザロフ途中から入りました。ナザロフ、そしてシュクビリンという2トップに変えてきましたウズベキスタンです。これしかし初戦の中国戦でゴールを挙げたシャツキフが入ってこないというのはやっぱりどこか怪我しているかもしれませんね。そうだと思いますね。これは単に長く蹴り込んだだけでした。レベデフ、8番がレベデフです。左サイドのミッドフィルダー、ただ宮澤さん、はい、ウズベキスタンは今ボール高木と競りに行きましたこの5番のモモトフですね、はい、モモトフがストッパーの位置に入ってしまったので、はい、あまりこの左サイドのモモトフの上がりは見られなくなりましたね。サイドからですね、前半いいプレーを、はい、してましたよね。シュートもありましたけども、はい、さあ今度は日本が左サイドからクロスを入れていく、後ろ七海、相馬を使います。今日は左サイドを盛んに使ってくる日本。さあ前園絡んでいけるか、ちょんと浮かした森島だ、しかし笛、無情の笛、フラッグが上がっています。森島はなんかかなりいい感じで動くようになってきませんか、宮澤さん。そうですね、自由に動いてますよ ね、サイド構わずね、そういう感じで前園もやるといいんですけども、ちょっと前園はやはり精細がないですね、はい、動きに、うん、左サイドでちょっと所在投げという感じ、しかしその前園が行きます。まあでもそういう時にもやっぱり最低の仕事はね、はい、最低というと失礼ですけど、チームとしてやらなくていけないことはありますからね。ちゃんと左サイドに戻ってディフェンスもしてくれてますしね。
この位置まで最終ラインをウズベキスタン上げてきてますので数がオフサイドになりました。調子がいいときは誰でも調子いいんでね、調子悪いときに、ね、どういうふうにするかということで、17番はハサノフ、そして左に張っているレブです。ウズベキスタンボールのスローインです。手元の時計今後半の14分を回ったところです。後半15分だぞという声を受けて後半のピッチに立った日本、2対0と日本リード。高木がこれ足首にブロックしに行きました。さあ高木が持って上がっていきます。あ、オフサイド。これ後半はあのウズベキスタンがラインを上げてきているせいでしょうか、かなり日本のオフサイドが宮澤さん目立ちますが、まあ、今の動きの問題じゃないかなと思うんですけども、ね、動きの問題ですか、はい、今のそのシーン、もう先にねあの広場にボールを入れとくっていうのも手なんですけどね、はい、広場にボールを入れとく、なるほど、先にね、久々にモモトフが上がってきていました。シュクビリン、今日はしかし高木がかなり運動量多いですね。いやもう前回の試合から切れてますよね。切れてますね。久々にはこういう高木見ますね。好調高木。さあまた左サイド破っていく。前園。そして和也。シュート。ディフェンダーの足に当たりました。この辺りは日本の方がなかなかボールへの寄せがいい。しかし笛がありました。イエローカードが出ましたね。あ、この20番のナザロフに非紳士的行為ということでイエローカードが出ました。ウズベキスタンはこの試合これで2枚目のイエローカードということになります。キープ森島、前園、数が1人浮いているが前園倒された。しかし笛はありません。カウンター、さあボールをアテヤが持っている。前にシュクビリン、シュクビリンだ、強いシュクビリン持っていく。あ、この辺のワンツーがうまく通りませんでした。シュクビリンから17番のハサノフ。しかしシュクビリンというのはコンタクトも強いですね、宮澤さん。そうですね、縦には強いですからね。はい、あ、いいカットだ。森島と桃とふおっと引っ張ったぞ。これはこれは桃とふが引っ張りました。後半からストッパーの位置に入っている桃とふ。今のシーン、森島のこの突破に対して、あ、完全に引っ張ってます。そして日本いい位置でフリーキック。後半の16分を回ったところ、まもなく17分になろうとしています。カズがボールのところに行きました。フォアサイドかニアサイドか。さあファーの方に高木にはもう高木原が行ってますね。オムラもファーサイドですね。向こうもケアしてくるんでね。そうですね、高い選手はファーの位置に固まっていまして、誰に合わせてくるでしょうか。蹴るのはカズ、前に来た高木、その後ろディフェンダーに当たって、その後このオムラに当たったんですかね。オムラに当たったんですかね。ゴールキックに変わります。今のシーン見てみましょう。カズのフリーキック、これディフェンダーに当たってアームラに当たってますね。なんかちょっと日本としてはコーナーキックを損したという感じです。ちょうどここにオムラがいました。まあ、しかし先ほどあのウズベキさんがナゾロフがもったいないイエローカードをもらいましたけども、宮澤さん、はい、まあ、こうしたあの長丁場の大会でいかにそのイエローカードをもらわないか、そうですね、というのも大事ですね。必要のない、はい、イエローカードに気をつけないと大事な時に出られなくなりますよね。この大会の規定では2枚累積がたまりますと次の試合が出られません。さあカズ、右サイド柳本も上がってきている。これはディフェンダーにぶつけました。マゴメトフにぶつけてキャプテンマークをつけている4番のマゴメトフ。コーナーキックを得た日本。さあまた小村と井原がゆっくり上がっていきます。まあ、後半からストッパーになったモモトフがもうだいぶ
疲れが見えるんでね、はい、ここが突きどこじゃないかと思うんですけどもね。ファーサイドまた大村ゴールキックです。後半が始まるときにですね、はい、ベンチから後半15分やぞって大きい声がかかってましたけども、はい、その15分が宮田さん経過しましたが、そうですね、ここまではどうでしょうか。まあがっぷり四つって感じですよね、はいはい。まあ、この時間帯に日本が来ましたけども、はい、確かに後半だけを見ると四つに組み合っているという感じですね。そうですね、立ち上がりはウズベキスタン来ましたよね、はい。まあ、ただ日本には前半の2点という貯金があります。2対0と日本リード、まもなく時計は後半の20分になろうとしているところです。こちらの時間では夕方のもう夜の6時を回りまして、あたりは真っ暗になりました。アルワインで行われています C グループの予選です。日本対ウズベキスタン、勝ち点3同士、勝つと勝ち点が3、引き分けだと勝ち点が1です。日本が2対0とリード。さあ七海がボールをキープして、そして左サイド流れて上がっていっている相馬、前園がもらいに行った。その前園、そしてカズスルーして森島、戻してカズ右サイド、柳本曲がってきているがディフェンサーが行きました。あ、そのあちょうど柳本のところにボールが行った。クロスを上げていく、これはいいクロス、高木の頭でしたが、その前に16番ディフェンダー背の高いデニソフが体を入れていました。この前もそういえば2点目逆転は柳本からのクロスを高木頭で合わせるという、はい、そういう得点でした。あ、いいボール出ましたね今。さあまた柳本、タックルを1人かわした柳本、自分で行くか、シュートを打った。この辺りはブガロもこぼしません。ゴールキーパーブガロ、柳本が直接狙い込んだ、狙っていきました。今のシュートはいいですね。あ、もっとえぐってほしい、もっとえぐってもいいのではないかという宮澤ミッシェル様です。高木が、いや失礼、前園から高木、七海だ、狙うか、狙った、これもいいシュートでした。いいシュートでしたね、はい。今日はこの前のシリア戦に比べてもう一つこのミドルレンジからも積極的に打っててますね。そうですね、まあ、この間ずっと引かれたんでね、はい、その対策も練ってきたんじゃないでしょうかね。なるほど、ね、今のシュート、得意の左足からのシュートでした。得点は2対0、後半も20分を回りました。ウズベキスタンは後半に入って後ろを4人から3人にして前を厚くしてきましたが、しかしここまでは互角、まあ、画面に入らないところで井原、小村がラインの上げ下げをしてますよね。そうですね、はい。ただウズベキスタンは5番のモモトフがですね、はい、前半はどちらかというとサイドバックの位置でしたからオーバーラップしてましたが、これが後半なくなって日本も裏を取られることが少し少なくなりましたね。そうですね、彼が盛んに左サイドまたは中に入って仕事してましたけどね、はい。さてウズベキスタンは1人選手が交代の準備をして、あ、2人目も今寄ってきて準備をしてますね。19番のアブドライモフと14番のシルショフがどうやらベンチに、ピッチに入るようです。先ほど5番のモモトフがだいぶ疲れてきているんじゃないかという話を宮澤さんされてましたけど、はい、どういう答えかちょっと分かりませんけども、ウズベキスタン選手を変えてきます。一遍に2人変えるんでしょうか。ディフェンスの選手と中盤の選手ですか、フォードですか。17番が呼ばれましたね、ハサノフと、あ、それからモモトフですね。モモトフ、さっき宮澤さんがモモトフが少し疲れてきたという話をしてましたけども、はい、そしてモモトフが変わった後にそのまま入りますね。そうですね、シルショフ、シルショフが左の、いや、ストッパーの位置、そしてもう一人アブドライモフが入りました。19番のアブドライモフが入って中盤に入ってますよね。中盤ですね、中盤にアブドライモフ、これがアブドライモフです。背番号19番です、アブドライモフ。これでウズベキスタンは3人の交代が全て終わってしまいました。もう選手は変えられません。おっと、ナゾロフ真ん中仕組みに曲がってきている。ナゾロフだ、ナゾロフ蹴り出した。下川ちょっと危ないプレーでした。大村君が滑った時に相手に当たりましたよね、ボールがね、はい、それで中にこぼれたピッチでしたけど、森島
右サイド森島です。向こう側に流れていく、七海が行きます。さあクロスだ。これには反応する選手がいませんでした。もうクロス上げる前のワンタイミングが固いですね、はい、みんなね本当にあの試合前鴨監督も言ってましたけどもね、はい、七海がもらいに行きました。その辺はどういうとこから来るんですかね。いやまあ前の試合で全然シュートうまくいってないということですよね。カズです。もう気にせずいいと思うんですよ。積極的にいかないと戦えないゲームですからね、サッカーはね。これが14番シルショフ、モモトフに代わってディフェンスに入りました。さあコーナーキック日本、この辺で欲しいですね。まもなく後半の25分になろうというところです。ショートコーナーを使っていった森島から前園です。倒されたが笛はありません。さあカウンター、マゴメトフからちょっと戻して、19番アブドライモフ。このアブドライモフがやはり先ほど入ってきました。さあカズ、前園から今出ましたけどもね。そうですよね。ああいうとこに関わる前園が見たいですよね、はいはい。フラッグがありました。これはオフサイド。柳本です。先ほどは切れ込んでいっての直接のシュート、宮澤さんからもっと切れ込んでいいという話がありましたが、はい、ただスピードがあるんで守りに帰るときも速いですよね、柳本はね、はい、一緒にやってるときにこんなスピードありましたかね来ました。さあ今度は左サイドだ、速いシュート狙った、こぼれている高木笛がありました。オフサイドです。高木までは良かったんですが、あと一人倒れてますね。頭今足が入ったんじゃないですかね、はい、カズがオフサイドの位置にいましたが、その前のプレーで大丈夫でしょうか。頭をこぼれをヘディングで行こうと思った時に、はい、向こうのディフェンダーがクリアしようと思った足が当たったんじゃないですか。頭ですかね。今のシーン、これはキーパーナイスキーパーでした。そしてここですね、あっとそのシーンは見せてくれません。これは国際映像でお伝えしています。そして日本はこの VTR をご覧いただいている間にどうやら本田が入りそうですね。ちょっと長引いています。背番号ご覧の7番本田、今これ画面では森島と交代すると出てますけど、まだ正式にはこれ決まってません。本田が用意をしているだけです。画面は勝手に先に出ていますが、森島戻っていきます。高木がこうして今治療中ですね。頭に入ってますんで脳震盪あるいは起こしているか。日本一人足りない状況、カズがワントップ気味になっています。カズワントップで高木大丈夫か。岡野も準備を始めました。得点2対0と日本リードしていますが、後半に入ってウズベキスタンが攻めに転じています。中にちょんと入れた、1人ルーフ、前園から森島に通らない。この辺り注意したい日本。ウズベキスタンがどんどん攻めてきます。9番バゾロフ、戻してアトヤン、アブドライモフ、途中から入ったアブドライモフ。この19番のアブドライモフは広島アジア大会ではフォワードでした。右サイド目まぐるしい展開だ。上がっていく、裏が余ってますよね。ウズベキスタンコーナーキックです。七海が今気がついて帰ってましたけど、はい、裏に出たら危なかったですね今ね。これが19番のアブドライモフ、
広島アジア大会優勝した時はアブドライモフとそれからシュクビリンという2トップでした。そしてこの時間帯でこのプレーが止まったところで森島と本田が交代します。森島に代わって本田が入りました。まだ森島を変えたんですね。そうですね、森島を変えましたね。さあクロス、コーナーキック、もう一度入れてきます。七海がクリア。この前の試合は前園が下がってベンチに下がって本田が入ってきましたが、今日は森島がベンチに下がって本田が入ってきました。これは鴨監督は前園に対しての期待じゃないでしょうかね。今日は頑張れよ、はい、そういうことかもしれませんね。森島はよくやってたんでね、はい、そしてこの前と同じようにやはり七海が前に出ました。左に七海、右に前園という形ですね。後ろに本田と山口のダブルで、ボランチです。左のスペースにはウズベキスタン人がいません。あ、そして14番の今岡野がピッチサイドです。あるいは高木はダメか。前園、池園持っていく、後ろに流した。七海から右は柳本はオーバーラップです。数に流す、数倒された。日本ボールフリーキック、倒したのは6番のシャリポフ。そして今岡野が入ります。高木がダメですね。いや絶好調で来てただけにね、はい、あ今高木はウズベキスタンゴールの裏から担架で運ばれていくところです。ちょっと気になる高木の具合です。ちょうど足が頭に入ってたんですね。はい、さあフリーキックじゃないですかね。直接行きました。前園です。本当に初戦そして今日の試合と非常に切れていた高木がここで怪我という日本にとってはアクシデント。高木に代わって岡野が入りました。クロスを上げていく、下川出ます。まあ、岡野には岡野の良さがありますんでね。そうですね、スペースに走り込むというその髪をなびかせたの岡野のランニング見てみたいですね。見てみたいですね。日本は後半31分になって岡野とそれから数の2トップになりました。高木は今担架でこのスタジアムの中のスタジアムからも姿を消したところです。柳本から数です。相馬がもらいに来ているが戻した。七海今いいトラップしましたね。前園、ね、後ろから山口だ。この辺りも山口ミドルシュートレンジでしたけれども、この辺りはきちっとスライディングタックルです。さあカウンター、今度はウズベキスタン20番ナゾロフ。ウズベキスタンボールのスローインに変わります。後半の間もなく32分になろうとしています。 C グループのグループ予選、日本とウズベキスタン勝ち点3同士です。現在2対0日本リード。レベデフがボールを入れます。ロングスローになった。アトヤン左足からレベデフに戻した。レベデフ振り切れるか。柳本ついている、笛、あ柳本にファール。フリーキックはウズベキスタンです。蹴るのはレベデフか。レベデフが蹴ります。気をつけないと。シュクビリンは少し遠い位置から狙っています。背番号10番がシュクビリン。この前同点ゴールを中国戦挙げたのがシュクビリンの頭でした。壁に当たった。もう一回、今度は直接狙った。レベデフのシュートはこれは高すぎました。8番のレベデフ、まあ、あと日本が1点取れば決まりますけどもね、はい、まだ決まってないんでね、これ1点取られると試合分かんなくなりますからね。よく2点差というのは、はい、要注意なんだというふうにサッカーの場合言いますね。私もいろんな経験の中でありましたけども、2対0からひっくり返された、はい、相手の2対1になった時に相手の勢いが止められないんですよね、はい、本田です。いいですね本田君ね。そして七海、左サイド相馬がずっと上がっていきます。その相馬へ、よし来い、
よし頭だ岡野です。前園またかず。今日は2点目がこの数の頭でした。森島に代わって右のハーフに入っている前園、そして左側に七海が上がってきて、ボランチは本田と山口と変わっています日本です。気になるのは高木の怪我です。高木に代わって今岡野が入っています。さあレベデフが落として、そしてシルショフクロスを入れていく。シュートを狙っていった。シュクビリンが追っかけていきましたが、最後シュートを打ったのが6番のシャリポフです。鴨監督そして岡田コーチ、まあ、せっかく岡野が入ったわけですから、はい、その生かし方としてね、簡単ありますよね。そうですね、はい、スペースに先に入れとくという形を見てみたいですね。フリーキック前園、オフサイドです。惜しかったですね。お互い狙いはぴったりでしたけどね、はい、前園の数もね。しかしこれは本当に前園も鴨監督の期待に応えたいですね。そうですね、森島が下がりました。前園はまだピッチで頑張っています。七海が左サイドで上がったもんですから、はい、前園は右サイド来てます、ね、ゴール前19番アブドライモフ、シュートフリーだった。フリーにしてしまった。今本田君のクリアが直接相手に渡ったんですよね。9番バザロフ、今情報が入ってきまして、高木は脳震盪を起こして今医務室で、このスタジアムの中の医務室で治療中だということです。さあコーナーキックはウズベキスタン、後半の35分を回ったところです。2対0と日本がリード。しかしこの前の中国戦はここから2点取ったウズベキスタン。曲げてくる。これは宮田さん直接狙ったんでしょうか。どうでしょうか。どうなんでしょうかね。そう思いますけども、アトヤンです。左足のアトヤン、得点2対0、まあ、先ほどあの宮澤さんイエローカードの話もしましたけども、こういうあの長いトーナメント大会の場合は、あともう一つ怪我ですね。そうですね、どんなに調子良くてもね、はい、怪我にはね本当に困りますよね。七海左サイドをうまく使う、いい位置に相馬がオーバーラップ、クロスを上げていった岡野だ。タイミングはもう一つ合わない。岡野がオフサイドでした。コーナーキックではなくて間接フリーキック。アブドライモフと言いますと、そういえばあの広島アジア大会の時は韓国戦でロングシュートを決めて韓国を沈めた選手。あ、そうですか。そうです、1対0でウズベキスタンが韓国を破ったんですが、まあ、その優勝への原動力。さあまた20番のナザロフ、笛が鳴った。ナザロフが反則です。大村が今ゆっくから出てきましたね。はい、そのシーン見ましょう。これですね、負けないですから大丈夫です。得点2対0でまもなく後半の38分です。まあ、今日で ABC それぞれ各グループは2試合ずつを終えることになります。3試合ずつを終えた段階で決勝トーナメント準々決勝進出チームが決まります。日本としてはこの試合勝って勝ち点を6として C グループの中で頭一つ抜け出したいところです。さあスペースに岡野を走らせる。岡野は十分間に合う。戻しました柳本、いいフェイントだ。そのまま流す。岡野がいます。そして山口、アトヤがついている。アトヤと山口、アトヤが奪うのか。今度は山口が行く。アトヤと山口、アトヤずっとボールを持っていく。コントロールしてシュクビリン、後ろに流す。アブドライモフ、
笛、日本ファール、倒したのは本田か、本田です。フリーキックはウズベキスタン、先ほどご紹介したこの19番がアブドライモフ、本田が行きました。まあ、この辺りがさっき宮田さんが言った相手にとっては非常に、まあ、嫌らしいプレーになるわけですが、ここはファールを取られました。さあフリーキックは8番のレベデフの左足か、あるいは9番のバザロフ、そして4番キャプテンのマゴメトフもいますが、バザロフが狙っていきました。いや、失礼、レベデフが狙っていきました。ただもう今自信なさげに、なんかそうでしたね、はい、もう安心して見てられましたけど、はい、結局流して8番レベデフ、得点2対0と日本がリードしています。 C グループはアルワインが会場です。アブダビとそれからドバイというのは海沿いですが、このアルワインは内陸の都市、だいたい車で2時間ぐらい移動してこなくてはいけません。内陸部ですので夜になりますと少し気温が下がってきます。さあウズベキスタンが攻撃です。いいカットですね。本田よく足が出ました今ね。シュクビリンからシュクビリン、ポンと浮かした。この辺りはしかし本田です。左サイドカバーしてましたね今ね、はい、数が開く。今度は真ん中が岡野、前園、行け、おう、と突き倒された。6番のこのシャリコフが倒しましたか。同じような位置で今度日本のフリーキックですね。こうして突き倒されました前園です。手元の時計、後半の40分を回ったところです。残り5分を切って2対0日本リード。そして日本フリーキックを得ました。この位置、カズと前園、ゴールキーパーブガロ、ナナミもいますね。ナナミもいますね。ナナミも左足、誰でも切れますよね。ゴレに行ってほしいですね。前園が行った、決まった。3点目、前園決めました。3対0、鴨監督の起用にここでフリーキックで応えました。決まりましたね。今のフリーキックです。初めての仕事でしたね。あ、いいですね。あ、もうギリギリのところですね。このブガロというゴールキーパーもいいゴールキーパーなんですが、その指先をかすめていきました。素晴らしかったですね。これで吹っ切れて、活躍してほしいんですけどね。そうですね、これで一つ吹っ切れてほしいですね。そうするとアジア大会も、はい、アジアカップも、カップもいけるかな。高木が点を取り、今日はカズも点を取りましたし、そして前園もフリーキックで決めました。ナナミもいいシュートを決めています。今日は日本本当にいい形。ただあとはやはりそうですね、前園がどんどんこう良くなってくる。そうです、メンタル的な問題だけですからね。メンタル的な問題だけですね、はい、本当そうですね。こういうので吹っ切れてほしいところなんですが、さあ今度はカズです。左サイド直接行くのか、岡野の頭か、いや前園に合わせようというところだった。後ろから来た山口シュート、山口の得意のミドルシュート。残り時間3分を切っています。岡野がニアサイドに入っていったんですけどね。そうですね、相手ディフェンダー髪を引っ張ってました今そうでしたか、はい、これはディフェンダー出身の宮澤さんとして気持ちは分かりますか。いや、そう、僕はそういうことはしませんでした、ね、そうでしたか。しかしこれだけいろいろな形でこううまく、第2列あるいは両サイドバックが攻め上がってくると、ディフェンダーとしてもウズベキスタンのディフェンダーとしても苦しいでしょうね。そうですね、逆に3人に後半からしたんですけども、はい、3バックにしたんですけども、見事にやられてますよね。そうですね、はい、左右 の空いたスペースもうまく使ってますし、日本さあカズが一人でいく。これは笛はありません。流します。主審の森木ジャラルさん、後半に入って高木が脳震盪を起こしてベンチに退きました。今医務室で治療中です。大丈夫ですよ。
その彼はもう回復しますよ、はい、そうですね、はい、回復してほしいですね。よかったですね、足の怪我とか次の試合見られないというとね、はい、非常に寂しいんでね。脳震と、まあ、もちろん詳しいことはここにはまだ何も入ってきていません。そしてもう一人、森島がベンチに下がって、この試合も本田を入れてきました。鴨監督、本田山口のダブルボランチにして七海を前に上げて前園を残しました。森島を下げて前園を残して、その前園が3点目のフリーキックを決めています。この前は前園が下げられて森島が残ったんですが、今回は鴨監督は前園を残してきました。当たりましたよね、はい、手元の時計ではもう残り1分を切っています。日本勝ち点6に向けて3対0とリード。笛がありました。まあ、これで3点目が入ったのは本当に大きいですし、安心して見てられますね。そうですね、もう試合はほとんど間違いないと思います、はい、あとは岡野に一発いってほしいですね。そうですね、そして前園にさらに前園らしい動きを見せてほしいところです。さあ岡野が絡んでいく、左サイドをずっと岡野が走っていく、その岡野を使う、真ん中数を待っている、岡野切れ込んできた、シュートでいった。岡野に昨日話を聞いたら、ここ のグラウンドは非常に芝の具合がこう段差があるような感じなので、最初は戸惑ったと、はいはい、足の裏が痛くなったりしましたけども、もう慣れましたと、明日は走りますぜなんて話をしてましたけれども、まあ、本当にスプリンターなんでね。そうですね、ちょっとしたこともやっぱり気になるんでしょうね、はい、そうですね、僕みたいにスピードないものは全然問題しませんしね。そうですか、デコボコの方がいいなんて思いましたけど、どんな場所でも宮澤ミッシェルさんはピッチを選ばずと言います。さあ手元の時計はロスタイムに入りました。3対0日本リード。そして4点目か、数の頭か、ここはキャプテンがちゃんとディフェンスに行きました、マゴメトフ。しかし数がボールを奪い返した、前園だ、前園、数に持たす、よし、シュートはディフェンダー。そして向こう側、ナナミニアサイド浮かして、この辺りはもうゴール前に日本の選手が前後に次々に飛び出してきます、詰めていきます。いいですね、本田、本田がかなりこれ高い位置まで上がってきてますね。出ましたね、出ました、浮かした、はい、シュート決めた、前園決めました。4点目、先ほどはフリーキック、そして今度はこれはおそらく前園としてもさらに嬉しい2点目。これで吹っ切れてくれますね、はい、前園らしい、非常にちょっとキーパーをかわしてね、テクニックのあるプレー、1対1、ここですね、ちょーんと浮かして、その後の落ち着き払ったこのシュートが憎いところです。本田からのボールでした、ここでうまくかわしておいて技あり、先ほどのフリーキック、そして今度はこの技あり、これで前園調子に乗ってほしいところです。持ちさえうまくいけば4対0と日本リード。日本にとって大きい収穫、前園が今日は2ゴール。その前の本田のカットを忘れないでほしいですね。そうですね、本田もよくあそこまでグッと上がっていって詰めてカットして、日本今日は非常にいい形、まあ、後半ウズベキスタンもなんとか点を取るためにディフェンスを3枚にして前を厚くして、さらに選手を入れ替えてという形をしていましたが、しかし逆に後半も日本が2点、4対0で今ロスタイムです。勝ち点6は勝ち点3を加えて6になるのは目前日本。ご覧のように4対0です。ウズベキスタンの選手の足の動きが完全に止まりました。1994年の広島アジア大会で国際舞台デビューを優勝で飾ったウズベキスタン、今回も C グループ強豪のチームと思われていましたが、4対0日本リード。このスルーパスは通りません、シクビリンには通りません。得点は4対0、前半は七海とカズが、そして後半は前園が2ゴール。その前園が画面では紹介されています。まあ、オリンピック代表チームでの前園の役割と、それからこのいわゆる A 代表、日本代表での自分の役割とのその違いに
戸惑いを見せていました前園ですが今日2ゴール。そしてここで長い笛、主審のイランのモリジ・ジェラルさんの長い笛、4対0、日本ウズベキスタンを破りました。さまざまな収穫も得て8点をこれで6にしています。その収穫の一つはこの前園2ゴール、ナダミも今日は決めましたし、カズも今大会初ゴールを決めています。宮澤さん、はい、本当に日本にとってはいろいろな得るべきものが多かった今日の試合でした。そうですね、本当に出来の良かった森島はあえて変えてね、はい、まあ、どのように考えはあったのか僕は鴨監督は分かりませんけども、はい、その前園を相手に起こしてその前園が期待に応えてくれたというね、はい、明るい話題ばっかりで嬉しいですね。この後もしできましたら鴨監督にインタビューをすることになっています。ただちょっと高木の脳震盪というのが気になりますけどもね。そうですね、ただそれも足の怪我じゃないんでね、はい、足の怪我でしたらもう次の試合が出れないんで、あとは無事に回復してくれて次の試合に出てきてくれることを祈りたいですね。本当に単なる脳震盪であることを祈りたいところですが、さあ鴨監督へのインタビューできるでしょうか。鴨監督のインタビュー可能になりましたら皆様にもお伝えします。これはちょうどあれです、ホームスタンド側です、日本のサポーター、そのサポーターに挨拶、4対0ウズベキスタンに大勝しました。それでは鴨監督に伺います。それではインタビューです。まずは予選突破おめでとうございます。ありがとうございます。試合を振り返って一言お願いします。1点目が早い時間に入って、まあ、思い通りのペースで進んだと思います。終わってみれば4対0という結果なんですが、日本の鴨さんの目指すサッカーができましたでしょうか。まあ、こういう大会は結果が大事ですから、まず最初に勝できたことで良かったと思います。この後中国戦、そして決勝トーナメント続きますけれども、次の試合に向けて一言お願いします。まあ、中国戦は、まあ、できたら勝ってね、ここで準々決勝をやりたいと思ってますので、まあ、とりあえず精一杯頑張ります。どうもありがとうございました。おめでとうございます。勝ちました鴨監督のインタビューをお伝えしました。そして画面でご紹介しましたように、この試合のベストプレイヤーマンオブザバッチには先制ゴールを決めたナナミが選ばれています。まあ、鴨さんも多くは語っていませんでしたけども、やはりこの前の試合に比べると滑らかでしたね。滑らかでしたね。この前はもう本当あかんという話をしてましたけども、はい、さあそれからそのマンオブザマッチになりましたナナミのインタビューもできるでしょうか。シュートを決めていただきたい。ナナミのインタビューです。そうですね、まあ、何年に1回かの、ね、シュートだと思うんですけど、まあ、こういった大きな舞台で、ね、いいシュートが打って、まあ、嬉しいです。厳しい戦いが予想されたんですが、終わってみれば 4-0 の快勝で、日本のナナミさんの目指すサッカーでいきましたでしょうか。そうですね、7番と17番は、ね、最初から最後まで集中してキープレイヤーだったんで、頭の中に入れてやってたんで、まあ、そういった組織的な、ね、チームとしてやることはできたと思います。最後に次の試合に向けて一言。そうです、まだちょっとイージーミスも多いんで、まあ、そういったものをなくしながら負けないで決勝トーナメントいきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。この試合のマンオブザマッチは先制ゴールを決めましたナナミ、そのナナミのインタビューもお届けしました。4対0で日本がウズベキスタンを破って勝ち点3を加えて勝ち点6、準々決勝進出に向けてこれでグループの中で一つ抜け出したことになります。それでは今日のこの4対0の試合ハイライトを VTR でご覧いただくことにしましょう。前園から前へ森島です。真ん中数が待っている。その数を見たヘディングクリア、デニソフミドルシュート打ってた、決まった。ナナミが決めました。こぼれたところ後ろから詰めていたナナミ、来ましたね。先制日本ナナミです。低い弾道でゴールの隅に決めました。その左サイドの修正という話をしてましたが、その左サイドスペースの空いたところにナナミ走り込んできて今のシーンです。得意のこの左足、いやー素晴らしいシュートでしたね。前半の8分日本先制、決めたのはナナミでした。今は前園また右サイドにいますね、はい、これが前園、そして森島へ、で自然に中に入っていくんですよ彼はね、はい、高木抜いた、1対1だ、
ブガロ出る、ヘディングシュートはよし、決めた。最後押し込んだのはカズ、2対0、日本攻め続けて追加点を取りました。前半の38分、日本2点目。カズは初得点ですね。そうですね、カズが点数を取って大会が始まると。初戦のシリア戦はオウンゴールと高木でした。さあ今のシーンです。高木が持っていきました。これはキーパー一度はよく出たんですが、最後カズが押し込みました。違う角度、最初のこれヘディングをしているのは山口ですね。そしてカズが押し込みました。キーパーも体に当てているんですけれども、まあ、これはキーパーのブガロとしてはリバウンドが不運ということも言えますが、しかしよく詰めていました山口。そして最後はやはりゴールの寸前、直前ではカズです。そして日本フリーキックを得ました。この位置、カズと前園、ゴールキーパーブガロ、7人もいますね。7人もいますね。7人も左足、誰でも切れますよね。ゴレに行ってほしいですね。前園が行った、決まった。3点目、前園決めました。3対0、鴨監督の起用にここでフリーキックで応えました。決まりましたね。今のフリーキックです。初めての仕事でしたね。あ、いいですね。あ、もうギリギリのところですね。このブガロというゴールキーパーもいいゴールキーパーなんですが、その指先をかすめていきました。この辺りはもうゴール前に日本の選手が前後に次々に飛び出してきます。詰めていきます。いいですね。本田、本田がかなりこれ高い位置まで上がってきてますね。出ましたね。出ました、浮かした、シュート決めた。前園決めました。4点目、先ほどはフリーキック、そして今度はこれはおそらく前園としてもさらに嬉しい2点目。これで吹っ切れてくれますね。はい、前園らしい、非常にちょっとキーパーを倒してね、テクニックのあるプレー。1対1、ここですね、ちょーんと浮かして、その後の落ち着き払ったこのシュートが憎いところです。本田からのボールでした。ここでうまくかわしておいて技あり、先ほどのフリーキック、そして今度はこの技あり。これで前園調子に乗ってほしいところです。気持ちさえうまくいけば4対0と日本リード。日本にとって大きい収穫、前園が今日は2ゴール。